お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。今日の感想をぜひお願いいたします。そうですね、インターネットを使って、はい、本当にわずかな期間の間にこれだけ多くの方がお集まりになって、はい、そしてまたリアルタイムでネットで放送される、はい、その、はい、パソコンの画面の向こう側に数万人の方がこれをご覧になっていらっしゃって、そして新たな決意も覚悟に日本再生のために皆さん頑張られるんじゃないかなというふうに期待をしている次第です。はい、根津吉さんのブログというのは、はいはい、大変人気があるブログというふうに、私も楽しく拝見させていただいてるんですけれども、はい、私ども大和もホームページ、はいはい、でいろいろなニュースを報道させていただいております、はいはい、大和の読者の皆さんにぜひメッセージをお願いします。そうですね、日本っていう国っていうのはまさに大和という今言葉がございましたけれども、はい、本当に守るべき素晴らしいものがたくさんある、はい、そして長い歴史と伝統のある国だというふうに思っています、はい、根津吉ブログで紹介させていただいているんですけれども、ちょうど根津吉の一言というブログを開いていただいて、はい、画面の左側に、はい、おすすめ記事というのがあるんですが、はい、その一番下に世界に誇る縄文文化という記事があります、はい、なんと縄文時代の一番古い土器の遺跡というのは、はい、今から16,500年前、ヨーロッパではまだ旧石器時代なんですね、はいはい、その頃に立派な文明というのを日本は作っていた。そして縄文人というと何やらその毛皮、鹿の毛皮を着て、はい、男性はボサボサ頭で、はい、っていうそんなイメージがあるんですが、はい、あれ擦り込みなんですね、はい、布の着物着てるんですよ。はい、しかも綺麗な柄の着物着てるんです、はい、でなんとかんざしはですね、柄の長いかんざしで、しかもオール漆塗り、そうなんですよ、1万6千年以上前にですか。1万6千500年前っていうのは土器なんですけども、はい、漆塗りの土器っていうのは約8000年ぐらい前ですね。それでも8000年も前に、はい、すごい文明を作ってる、ね、そしてね、非常に不思議なことなんですけれども、その縄文時代の遺跡っていうのは、はい、まあ、1万6000年ぐらいの間にものすごく数多くの遺跡が発見されてる、数万箇所あるんですけれども、はいはい、未だに発掘されてないものが一つだけあるんです。未だに見つかってないもの、何だと思います？何でしょうか？武器なんです。対人用の武器っていうのが未だに見つかってないんです。動物を狩りするための、はい、道具はたくさん見つかっています、はい、対人用の武器っていうのがないんです。その代わりものすごくたくさん見つかっているものがあります、なんと女性の装飾品なんです。イヤリング、ネック、アームリングっていうんですか、はい、それからここにつけるブレスレットですとか、はい、それから腰周りにつけるものとかですね、はい、でなんとですね、女性のご遺骨はちゃんとアームリングとかつけたままなんです。でしかも貝殻の裏側ってパールじゃないですか、はい、パールのキラキラしたのが表面に出るようにして綺麗な、はい、アームリングなんかも発掘されてるんです。どうもね、当時のまあ平均寿命というのは24、5歳じゃないかと言われてるんですけども、男性が大好きな女性のために一生懸命手に入れるか作るかして、でそれをプレゼントして、で愛された女性は死ぬまでそれをつけて、私あなたのものよっていう、そういう文化を作っていた。すごいことだと思いません？そうなんですか、はい、そして稲作もどうやら縄文時代に始まっていた。弥生時代に僕らは学校では、稲作が伝来したというふうに言われましたけど、どうやら違う、それよりもはるかに古い時代にすでに日本は稲作、灌漑農業を始めていた、はい、ということが今分かってきておりまして、はい、だからすごいんですよね、そういうそのまさに世界に誇る日本の文化っていうものがあって、はい、そして日本人っていうのは縄文の昔からその戦うことよりも和を好む、みんなで仲良くしようねっていうふうに考える、はいはい、そういう素晴らしいものを持ってきたもの、そしてその素晴らしい日本というものを守ろうとしてきた人たちが、はい、私たちのおじいちゃん、おじいちゃん、ひいおばあちゃん、はい、もう代々そういう文化が続いてきた、はい、その日本を大切に守り抜くっていうのは、もしかしたら私たち日本人がまさに世界を本当の意味でその幸せにしていく、はい、そういう足がかりになるんじゃなかろうかという気すらします、はい、だから守るべき大切なものがある、そして私たちが今守ろうとしている日本というのは本当に世界の人たちが幸せになるためのとっても大切な文化なのかもしれない、はい、その日本を滅ぼすわけにいかない、はい、と強く思う
ています。はい、はい、どうもありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。